三重県によりますと昨日伊賀市の養豚場で豚20頭が死に9頭が発熱しているのが見つかりました県と国の検査で今日豚熱が確認され陽性となったのはいずれもワクチンを接種する直前の生まれて間もない豚だったということです三重県では去年7月いなべ市の養豚場で豚熱が確認されおよそ4200頭を殺処分していましたがこれで県内2例目です 県は自衛隊に災害派遣要請を行いこの養豚場で飼育している豚およそ6600頭について殺処分を始めるとともに消毒作業を進めています。